こんにちは、劇団スケッチのゆうゆうでーす。今日はね、ベイクドチーズタルト、どうもなんかその簡単に作れると、なんか渡辺くんに言われて今日僕来たわけだけれども、簡単って言うのは30分ぐらいかかるらしいな。正直だる。いや眠いんですかということで、今回もとってもとっても簡単に作れるっていうことなので、本当に簡単に作れるのか実際に検証していきましょうということで、はい、エージェントー。懐かしい今回何やるんだ。作り方違うボスが楽しみに待っているぞ。ボス前川さんでしょ今回は後ろに手を拘束された状態で本当に簡単に作れるのかを検証していきたいと思います。まあいいよあれで、もうどうしてもちょっとここは人の手を借りたいなっていう時がございましたら、先ほどのようにエージェントって叫んでいただけると、いやいいダメダメダメ。ベイクドチーズタルトの作り方を説明していきたいと思います。じゃあまずクリームチーズ 100g 用意しましょうこれ何 g って書いてるのか分かんない。これ何 g って書いてますかね。 90g だよ足りてねえじゃねえかよエージェント呼ぶ買いに行って。いや、それは僕、それはちょっと申し訳ないで、まあ今回は 90g でお願いします。いいよボールに入れましょう。ボールどこ。キッチンどっかにございます。あー、用意してきたよエージェント目回り目回り目回りやめ、なんだボール取ってもらってもいいですか。ボール、うん、あー取りました。洗ってああほとんど俺がやっちゃうんじゃねえのかな。その後さ、クリームチーズをその中に入れて、それはできるんだね。やっぱ地味だよ。おいた。おはい、クリームチーズ。はい、砂糖大さじ2杯入れましょう。まあこれうまくなってきた。お、本当ですね。おー、すげえ。何なんすかそれ、なんすかそれ。俺結構いける。すごい。届きますか。届いた。お、すごい。お、これいいぞ。いいぞいいぞ。これすごいですね。これいいぞ。前向いてるやつ前向いてるのともう一緒ですね。俺はこれを大さじ2って呼ぶ。はい、小麦粉大さじ2入れましょう。俺はこれを大さじ2と呼ぶ。はいはい、ポン。レモン汁大さじ2入れましょう。それむずいよこれは片手で、あーすごい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 、両手でドピドピ、あ器用器用大さじ1。はい、大さじ2はい、オッケーです。顔がすごい。生クリームを取り出してもらって 100ml 入れましょう。これ200なんだけど。半分ですね。もう計量カップ。エージェントあれどうしたどうした。ちょっと待って、いやこっちのセリフです。エージェントどうぞ。計量カップ取って。計量カップ、なんだこの汚さは。子供が入ったかゆすいねもうあんたって怖いエージェントっていうかお母さんになってきてる、ね、あんたできた、あんた何やんだおー、これもまた器用にとうとう両手を本当に使えるようになりましたね。とんお、じゃあ、はい、入りました。あー美味しそう。なんかでも最後に卵を入れてください。おこれらをすべて具材を混ぜてください。これはもうこうだよ。あ、でもちゃんと混ざってますね。なあ、これ何の意味があるんだ何がですか。拘束されてることに。いや、だから本当に簡単に作れるのかを検証しているんですよ今。バカな検証だよ結構体力奪ってますか。うん、伝わんないでしょ。うん、そうっすね。だから企画がダメだって言ってる本気のダメ出しだけはやめてくださいできたではですね、餃子の皮。餃子の皮どうしたんですかすっごい汗が。餃子の皮、アルミホイルのカップの中に餃子の皮を引いていただいて、その中にこちらを入れてください
ここどうせカットだろうね。カット、カットの人生だよ。いた僕ばっかり言ってんじゃない。これは弾けばいいの。はい、これを弾いてください。出たよ。いや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 、これじゃダメですよ。ダメだ。あ、そうです、そうです、そうです、そういうことです、そういうこと。このように形作れました。はい。最後にこの中にですね、混ぜたものを入れていってください。エージェントはどこ行くんだ。自分ちょっとトイレ休憩失礼します。僕には休憩はないのか。お、すごい。でも今度はフライパンの上に乗せて、加熱していきます。フライパンの上に乗せるの。はい、無理だよ。両手でいってみる。見えてないけどね。エージェント。フライパンの位置をちょっとこの僕の股間の前にしてもらっていい。フライパンアップ。オッケー。どうだ。ほとんど俺がやってない。フライパン来てくれ。アップ。オッケー。製造業の工場の機械みたいな。フライパン。はい。あ、はい。ストップ。さすが主任ですね。バイト。あ、うえ。アップ。はい。ストップ。あ。オッケー。これで、はい、火をつけていただいて約15分から20分。どうしたんですか。もう見て30分以上経ってるよ。いやいやいや、確かに30分経っちゃいましたけど、ほぼフルマラソン走ったぐらいの疲れだよ。本当ですか。あの、今回ちょっと蓋、このフライパンは蓋がないので、今回ちょっとアルミホイルでかぶせて火をつけて15分から20分待ちましょう。懐かしい。本人もやってないっすよ。ちょっとアルミホイルだけ用意しましょう。アルミホイル結構難しそうだね。絶対使うものはできないんだ。できるんだ。あ、すげえ。あ、これかな。お、お、上手に。できた。簡単にできると言われたこちらのベイクドチーズタルト、開始から1時間半が経ちました。そうだね。あ、結構経ってますね。おお、さっきと全然違いますね。全然違うじゃないですか。エージェント。やったぞ。いたたたたたたた。そんなの。今引いちゃった、引いちゃった。4つあるからさ、僕の分、エージェントの分、ボスの分。いや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 、くださいよ。硬いよ。カッチカチ。先生、先生、床面がね、あれ焦げちゃってるね。結構焦げちゃってるから、うん、ここは美味しいんだと思う。だから、いや、でもこれ焦げに入んないでしょ。いただきます。はい。熱いんじゃないこれ。あ、お、音。エージェント、あれ。これはね、はい、まずかない。あー、すごい美味しい。あー、美味しいっていう感じではない。1時間半、多分普通のベイクドチーズタルト作れる時間かかる。あ、中はめっちゃうまいよ。そう、そうだね、そう、中はね、美味しいんです。酸っぱい。中はうまい。でも俺こう食べたい。あ、嘘。嘘でしょ。ちょっと待って。嘘でしょ。こうだったら。うまいね。お、渡辺 D どうした。ああ。ちょっと待って、ちょっと待って、出てこない、出てこない。手あ、ちょっと待って、いや、固まっ、そうなんですけど、ちょっとカメラ止まってる間に手をほどいてることがバレちゃうんで。休憩中だから。休憩ですけど。